ジョージはこののんびり子が大好き。それは一人ぼっちの気がしないから。たとえ姿が見えなくてもどこかに誰かがいます。ジョージ、あー、手伝ってくれないか。じゃあワニの赤ちゃんを探してくれ。観察中にいなくなったんだ。学会で野生動物に関する発表をしたいんだが。はあ、助かった。湖どうだった？すごいな、そんなに動物がいたのか。声がしただけ？そうだ、学会で動物の声を発表してみよう。手伝ってくれるか？よし、このマイクを声のする方へ向けるんだ。ヘッドホンからはっきり声が聞こえたら、この赤いボタンを押して録音する。いいかい？動物に近づくほど音は大きくなる。あんまり近づきすぎるな。利口なジョージなら楽勝。徐々に大きくなっていく声の方へ進めばいいだけ。意外と難しい。その夜、外で拾った音と写真を付き合わせていると、あれ、何の音だろう。家の中だ。録音ならお手の物。おかしいな、音は大きくなったり小さくなったり、今度は遠のいたり。よし、おじさんに聞こう。151152。ああ、いや、ジョージ、今ガオ数えてる。住むまで待て。わかった。じゃあ行こう。ああ、これは煙探知機だ。電池入れ替えよう。さっき聞こえた音はこれだったっけ？もういいだろ、仕事に戻るぞ。またあの音。やっぱり煙探知機じゃない。この辺だと思うけど。当たり、絶対ここだ。そうか、窓から出てったんだ。大きくなったり小さくなったり、そばにいたと思ったら消えちゃった。